東方電機チャンネル。お、入った入った。東方電機チャンネルへようこそ。今日は東方電機チャンネル札幌市長編ということで、札幌で、まあ蓄電池の方ですね、東方電機の方の緊急対策相談会ということで、まあ月1やってるんですが、今日もこのシャープ札幌ビルというところで、今日は初登場、いよいよ出てきました、札幌営業所長の秀樹。どうも、佐藤秀樹です。あだ名は秀樹で。この後ですね、お客様の顔映さないでしょうなら風景を撮ってやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。でも先ほど言った数字のことを聞きたいということだったので、伝えたい数字はこういうことになります。従来したものを使うと。はい。太陽光が、これだったら、冬場は全然充電もできないでしょ。そうです、そうです。その時は、充電から買って、充電するんですよ。安く。夜間は安いですから。太陽光がない時は、なんか買って充電して。そうです、そうです。充電したものは一日使えるので、はい、要するに充電器を買うことによって電気買わなくて済む。そこまではいかないかもしれないですよ。冬とかは買わないけどね、その生活の使い方次第ですね。 6.5 で収まるように生活であれば、 6.5 で収まってるか収まってないか、6キロだとして6、3、18、210キロぐらいは1ヶ月を賄えるわけです。86っていう110キロぐらいは蓄電池から流せるんですよ。分かんない、はい、ただ夜間はほとんど安いんで、どっちみちこれは使えないということですね。買うしかない、北電から。だから北電や、北電から買うというのは安いや、ね、電力を買えるっていう。いや、これからは売電安くなるから、安くなったら太陽光から蓄電池に食べる。日中売っても8円しかない。それは冬場であって、はい、いや夏の夏場であって、はい、あ、冬場はそうです。雪降っちゃったら深夜電力で食べます。ここで買うわけ。そうです、そうです。安い電気で貯めて日中高い電気を使う。で、でもぴったりじゃないですか、お客さん。これ218キロ、これが昼間買ってる電気なんですよ。で、はい、さっき言った 6.5×30日、いくらでしたっけ？200ぐらい。210何ボルトですよ。ぴったり。これが全部蓄電池から賄えられる。これは、はい。あの夜間は買わなきゃいけないですけどね。で、問題の、ね、お値段ですね。お値段がここにもチラシに載ってます。だん130万です。いくら節約になるかと、はい、蓄電池は月7000円下がると思ってますね、電気代が。これは年間8万、はい、10年で80万。蓄電池とね、回収できます。回収できるんです。太陽光より多分いいです。冬場も動くんで、これ太陽光冬場動かないんですから。そう考えたら電気ずっと使える。そういうことだ。はい、ありがとうございます。そのいや、うちのカムさんには、はい、説得しなきゃいけないです。大丈夫です、この妹がいますから。自給自足妹じゃないみたいな。無視されて、はい、うちのオーナーはカムさんだから。そうですね、うん、はい、大蔵大臣。うちもそうです。うちもそうです、はい、あ、この人独身ですから。いや、そんなことだけ。元はね、充電ちょっとで取れますよと。取れますよ。それで息子さんと娘さんがいるんであれば、絶対間違いなくつけた方がいいです。30年持ちますから、ずっと。あとは奥様に説得してきます。東方電機さん、クシノの本社クシノです。私社長です。シネです、シネです、はい、札幌はシネです、はい。この串野に10年以上。あ、素晴らしい。え、何やられたんですか？星ヶ原にさ、はい、無料点検もやってるんで、太陽光の。じゃあどうも、ありがとうございます。ありがとうございました。